皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。はじめましての方ははじめまして、マーブルと申します。この動画はオープニングなしのリアクションメインの動画になります。本編後の感想も短めです。少しでも多くのアニメを見るために、今までとやり方を変えております。それでも大丈夫な方は最後までお付き合いください。カウントダウンの後からスタートです。3、2、1。スタートです。あ、月島か。うん。下町だよね。妹ちゃん？小柚子だっけ？直接伝えないのね伝言係になってる？パパイヤの佃煮なんてあるんだ、沖縄。ええー、美味しそうかな。パパイヤの佃煮。ああ、ゴーヤもあるんだ。知らなかった。食べてみたいな。めんどくさいね。うん。人見知り発動してんのね。まあ、わかるわかる。私も似たようなもんだ。慣れるまで時間かかるっていうか。すごいよね。あ、そっち系なのね。壊れた。壊れたマリオネットか。うん。聞くなってことね。うん。食文が違うもんね。うん。ああ、それで食べたら美味しかったのね。米泥棒？美味しいよね。家康くんね。友達ね。熱く語り出した？感情に反応して動くのね。オープニング入りました。江戸前エルフってさ、これ2話なんですけど、なんか結構あれかな？食べ物系？な感じ？あの、ちょっと他作品の名前出しちゃうけど、異世界食堂だったっけ？なんかそういうのみたいな感じで、ちょっとなんかこう、もちろん多分現代の日本のだろうけど、なんか食べ物紹介するっていうか、なんかあれなんかな？そういう系だった？まだ2話だからね、どんな風に話進んでいくのかわかんないんだよね。でもなんか東京見て回ろうみたいなことをさ、1話で言ってたよね。
なんかいろんなとこ行ったりするんかな。あとなんかちょっと、ユリチックな感じもしたよね。1話の最後あたりで。ロボットが。そこじゃあ小さい頃から知ってるってことだね、エルダは。コイトちゃんのことを。オープニング終わりました。第2話、行こうぜ、もんじゃストリート。やっぱ食べ物や。あ、月島といえばもんじゃだよね。結構食べるね。ポテト3つ。ああ、そうなんだ。だからなんだ。ああ、たまにあるよね、そういうのついてくるの。なんだなんだ、伝言か？なんかそんな、精霊さんを使ってね、そんなこと伝えてくるなんてわざわざ。おごりなんだ。そうだね、消化してればね、毎回食べてればね。なんだ？なんだろうね、この随所に散りばめられる百合は。あ、そんなとこまで来るの？お届け物。あ、マジに。おいしょ。あ、ハンコそれなんだ。かわいいな。いいな、そのハンコ。何頼んだ？ゲーム？漫画？絶対そっち系でしょ。あー、食玩ね。揃えるの？おたまジャイロ。なんて顔してんだ。同じの。パート2。なんて顔してんの。どんどん増えてくな。いや、結構、そういうもんだよね。3種しかないの？いや、それは被るな。いや、また、ほらー、2度あることは3度あるからな。何また頼むの？追加で頼むの？8個入り？かわいい。かわいいんだけどね。いや、よく見るとなんかあれなんだね。ドラゴンじゃない？あれ。狛犬じゃなくて。チョコボールかなんか入ってんのかな？
やっぱりコンポしたいんだな。そんなにカエル好き？あ、友達も来たんだ。怯えてる怯えてる。来てたね。便利だし。話してないのね。何言うの？だー、そこ触れないであげてー。ほらー、気にしちゃうから、それ。その顔。おたまジャイロの顔がいい。お賽銭の前借り？そういう使い方してんの？ブルーレイとかも買ってんのね。なんでそこでマウントか。カエル好きだねー。ああ、これキャップのやつか。まあ、わかるよ。私も結構好きかな。ああ、なるほど。はあ。SSR ま、でも、その頃はそういう感じだったんやな。布教してる ちょっとゆるキャラ的な感じなのかな？マスコットというか。ドラクエって言った？なるほど。なるほどね。フリマとか、そうだね。おお。在庫残ってんだ。なるほど。ほら、人と関わることでこういう情報を得られる。一緒についてってあげたら？こまちゃんこういう発言多いんだね なんかすごい男前っていうかさ
またドキンコしちゃう？なんかすごい宝塚的なというか イケメン。イケメン化するのね心のイケメン B パートですね。小ゆずちゃんってまだ小学生なんだ。なんだ？エルダさん関係かい？ん？あー、手に入ったんだ。よかったね。あ、文化祭か。ちょっとしょぼんとしてるじゃん。佃煮。そうだね。もんじゃだね。あらー、バトルが勃発しちゃう。じゃあ昔と今とじゃやっぱ違うんかな。その感じ。今はもんじゃだけどみたいな。まあ、感じ方の差か。まあそうだね。有名だよね、今ね。今はね。ん？え？それ昔の？なんかまた違う？多分ないんじゃない？割と最近なの、もんじゃって。いろいろあるんだね。お腹、すくう。あ、違うんだ。いろいろあるな。その件についてだったのね。料理できるからか。みんなで行く？ね？一緒に行くんでしょ？あ、そういうのあるんだね、今。なんかスタンダードのやつしか知らないや。チーンってなってた。
ちょっと、そのほっかむり逆に目立つわ。ああ、気を利かせてくれたんだ。そうだね。よかったね。ちょっとそのほっかむりはあれだけど。わー。置いといて。あ、そっかそっかそっか。それはそっか。それをこう、やるのね。びっくりしたー。なんか、丼みたいにしてそれ食べんのかと思った なわけないよね。ほー、作り方あんだね、やっぱね、ちゃんと。なんか私、もんじゃ焼きってちょっと、美味しそうだな。ちょっと関西圏の人には、申し訳ないんだけど、申し訳ないっていうかさ、怒られるかもしれないんだけど、お好み焼きをちょっとぐちゃっとしたような感じだなって、固まってないやつみたいな そんな認識だった。でも固まってないからこそさ、熱いよね、きっと、もんじゃって。柏で ハマったんだね。いや、いいな、見てたら食べたくなるじゃん、こんな。今夜中なのに、夜中でもないか。夜だけどさ。お腹空いてきちゃった。やばい、飯テロだ、これ。美味しそうだな。あー、魚介類とかもいいよね。エビとかね。いろんなトッピングがね。いいなあ。あ、すごい食べたね。いや、結構グロッキーになってない？大丈夫？10人前も？闇鍋みたいにしないで。コンポタ？どうなの？まあ、なんか何出てくるかわかんないみたいなドキドキとか面白いんかな。あ、結構いったよね。そうだよね。10人前食べてるもんね。毎回これで、エンディング入りました。毎回こんだけ食べてたらやばいね。金銭的にもやばいね。なんかエンディングがさ、すごいさ、あれだよね、やっぱり。リアルとこれ混じってるよね、アニメが。なんか、不思議な感じ。融合してるよな。え、これ毎回なんか、あれなんかな？料理とか出てくんのかな？やばい、これ飯テロじゃん。知らんかったんだけど。そういうアニメだったん？これ。そういうわけじゃないんかな？毎回ちょっと、ご飯系出てきたら私はこれあれだよ。夜には見れないよ ご飯前に見るのはちょっと、あ、ご飯前はいいんだ。ご飯後に見るのはちょっと、あれだな。飯テロになっちゃうな、これ。ああ、なんかこのおもちゃもちゃんとリアル感あるのいいね。予告はないかな？はい。ヘドマンエルフの2話ですね。見終わりました。いやー、今回もんじゃ焼き美味しそうでしたね。え、これ毎回ご飯ネタあるのかな？なんかかんか。
まあ、エルダがね、結構ね、食通というか、いろいろね、甘いものもそうだし、結構和食関係も好きだったりするから、そういうネタは結構出てきそうですね。わあ、なんか、あれだね、見る時間を間違えると、ちょっと、飯テロになっちゃうね、これね。ちょっと、今お腹空いてきちゃったもん。あとなんかすごいあれですね。なんかちょいちょい豆知識的なお話がありますね。今回なんか江戸の頃のお話で、そのね、おまけがついてきたとかいう話とかありましたけど、こういうお話面白いですね。ちょこちょこそういうのが挟まれるのがね。勉強にもなるし、そうなんだってちょっとね、そういう情報が知れると楽しいですよね。なんかそのさ、昔も今もそんな変わんないんだなって感じはしますよね、そういうの聞くと。なんかおまけでね、何かがついてきて、あ、この人のカード当たったみたいな、あ、レアもんじゃんみたいな、きっとそういうので盛り上がったんだろうなって。多分きっとね、その時代の人もね、集める人とかもいたんだろうなとかさ、いろいろ考えちゃいますよね。多分エルダもその当時はね、いろいろ集めてたりとかしたんでしょうね、言ってましたけどね。だからなんかその昔も今もやってること変わんないんだろうなって、そういう話も面白いですね。いや、なんかでもさ、お菓子のおもちゃとかって集めちゃいますよね。なんかおまけってさ、弱いよね。私もなんかペットボトルについてくるなんかキャラクターもののおまけとか結構集めちゃってましたね。何だったかな、何のキャラクターだったか忘れたんですけど、あのなんか鉛筆とかシャープペンとかそういうのにこう後ろに刺すみたいな、ちっちゃいなんか人形までいかないんですけど、マスコットキャラのがあって、なんかパンダみたいなやつとか、そういうのとかも結構集めたりしましたね。結構いろいろありますよね。なんかそういうのあるとどうしてもさ、コンプしたくなったりとかね、集めたくなりますよね。いや、その気持ちはちょっとわかるなと思いながら、もう完全にそこあれですよね、オタクの入り口じゃないけどでもみんななんかね、なんかかんか結構そういうの集めたりとかね、してたりしますよね。相変わらずエルダが可愛かったですね。なんかほわほわほわーっとしてて、なんかたまにキリッとしてさ、熱く語り出す時もあるんだけど、まさにオタクのそれみたいな感じで、もうなんかそういう姿も含めて愛おしくてしょうがないですね。おじいちゃんってまだ出てきてないですよね。なんか話には出てきてるけど、菊次郎さんですよね。おじいちゃん今後出てくるんですかね。なんか今回ちょっと会合だかなんだかに行ってみたいなこと言ってて出てきてないですけど、今後ね、おじいちゃんも出てきてお話に混ざってきたりするのかなって、そこら辺も楽しみですね。あと、コマちゃんの性格がね、なんかああいう感じなんだね。たまになんかイケメンになるというか、ちょっと宝塚チックな感じで、私が行ってきてやるぜ、みたいな。ちょっとね、かっこよくなるみたいな。女友達であってもちょっとドキッとしちゃうみたいな感じでしたよね。こういう感じなんだね。もっともっとキャラクターとか増えてくのかな。今んとこなんか、あれですよね。恋人とエルだと、小ゆずちゃんとコマちゃんと、名前に出てきてるおじいちゃんぐらいですよね。まああとちょっとその島田電機の人とかご近所さんの人たちいますけど、キャラクターとして出てきてるのってまだそんなにいないですよね。なんか1話でさ、東京見て回ろうみたいなことを言ってたから、なんかいろんなとこ行ったりとかするんかなと思ったけど、まあエルダの性格がね、ちょっとデブ症というか人見知りというか発動してるから、なかなかその恋人と一緒に見て回ったりとかってできないのかもしれないけど、今回ちょっともんじゃ焼きで少し外に出てってちょっと一歩踏み出したから、これで少しずつ変わっていったりするのかどうなんでしょうね。なんかオープニングで他のエルフも出てきたりとかしてるみたいだし、他の巫女さんとかもいたから、どうなんだろう、また誰かが召喚されてきたりとかするのかな。なんかね、
キャラクターが増えてまたお話に厚みが出るのも楽しみですね。ということでまた次回も見ていきたいと思います。エドマーエルフの2話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。